はっ、いや、やられた、まさか。え、これちょっと悲しい。やばい、どうしよう。これちょっと悲しいかもしんない、俺。やばい。ちょっと涙出てきた。てか、ビッチに見したかった。この夜が明けるまで、僕はみんなの墓標をね、作っていくよ、ひたすらここで。皆さん、これが僕の償いです。世界が、この 2B2D という世界が僕に課した試練の数、絶対に忘れない。このサードインパクト。おそらく一週間経っても、あの日のままなんではないか。そういうね、悲しみの渦に僕は今飲まれている。そう、これが真実であると。ん？いや、ちょっと待て。なんでこんな暗いんだ、夜かなと思ったが、これ上にあれか、黒曜石の絨毯がある感じか。おい、私ちょっと進化したな。ちょっとこれでさ、もう一応全部ぶっ壊されている状況で、あー、じゃあまあ新天地行くかっていう軽いピクニックのノリで来たんですが、もしやちょっとだけ、おおおお、ちょっと復興されたか俺は。あ、ちょっと復興なされてますね、いつの間にか。まあかなりこういう弔いの十字架が多くなっていて、お前らが陰でやってんだ、すごいな。よう、これまだやってるね。君、一回行きたいわ。君は何者？初めて見た、この名前は。わ、ちゃんと頑張ってんだ。ちょっとこれけなげでいいね。あ、ちゃんとここでまた一から壊されてもこれ生活してるんだ。何者なんだい、この拠点を守っこの拠点守ってるの今。マジかよ、一人で一週間ずっと守ってんの。まあ、これ俺が動画にしなかったらどうする気だったのこれ。1年でも10年でも守り続けますと、ゴーレムじゃん。どうしよう、俺今日さ、もうこの拠点捨てて、僕したいことがあって、 2B2T でスポーン地点の一回さ、ネザーでパン屋さんっていうかね、サンドウィッチ屋さんっていう名前で金のリンゴをね、無償提供してる海外勢いたんですよ。俺あれしてみたくて、もうスポーン地点帰ってそこでもお店屋さんしようかなと思ったんですが、まさかここを守っている者がいるとは。辛くない、ここ守るの。ここ守るの、あとこれ1週間ずっと守ってんでしょ。地下は壊されてない、あ、地下無事なんだ。正直言ってほしいわ、辛いかどうか。まあ、辛いんだったらまあ考えるわ、さすがに。ひたすらここ嵐がこんな守るもんないのにさ、もう壊されて。嵐が辛くなるまで守る、私つもう壊れちゃってんじゃん、私辛くないんだ。あ、もうお前どっちだ、君人間か AI か分かんない。分かった、分かった、君が一番隊、君が一番隊隊長だよ。もうここで5艇13隊作ろうと、まあね、夢見た日ありました。最後まで僕の5艇13隊、彼のみです。1艇1隊彼です。5艇1隊5艇1番隊リズム、きっと今頃あれ見て涙してるんだろうな。ありがとうございます、オリアさん。まあ、彼にあげようかな、この拠点。彼リーダーでもいいよ。修練だよ、ここ1週間守ってんの、一人で。嘘でしょ、ここずっと守ってんの、狂気だよ。ちゃんと全部黒曜石で壊されないように、地面埋めて。なんてけなげ。ちょ、地下案内してもらおう、地下。地下壊されてないらしいから。けなげすぎる。入り口か。うわ、全部黒曜石で。ちゃんとオニフにしてるんだ。爆弾で直
ちょっとでも壊されまいと、こいつ一人で、これあれじゃん、既視感あると思ったらラピュタ、ラピュタに、ラピュタにいるやつじゃんこれ。わすげえ、なんかより一層鬼っぽくなった、かっこいい。え、これ結構すごい、うわめちゃくちゃ鬼風になってる。なにこれ、心の部屋じゃない、どっちだ、こっちか、俺の部屋、失礼します。うわ、え、これすごいすごいすごい、こいつ1週間でこんな改造したの、鬼風。ちょっと暗いけど、あーで地下を全部黒曜石でカバーして、マジかお前これ、うわすげえ、湧き潰しして、何がすごいって言えばこれ建築自体は、まあ、もちろん面倒だけどさ、黒曜石で全部こう囲って大変なんだけど、これ一人でやったのこれ、建設中です。え、これ一人でやってんの、一人で、お前これやばいぞ、一人で作ってたら本当にもうみんなイエス、あやばい、え、どうしよう、みんな化け物生まれちゃった、うちの、ね、鬼風から正真正銘の化け物、ま、イエスと多分もう荒らされて、俺がそれ動画にしたから鬼屋の拠点荒らされちゃったんだ、あもうじゃあ終わりだねって言って誰もが諦めた中、一人コツコツずっと、しかも今日俺がログインするまでこいつはガチで、別にこの子から俺連絡来たわけじゃないからね、ログインしてくださいって、気まぐれに昨日ハードコアのクリーパーチャレンジをやって、あどうなってんだろうっていうノリで来たら、たった一人でこの戦場跡の場所を、怪物だよそれ、もちろん壊すのは一瞬だよね、壊すのは容易だし誰でもできるんだけど、作るのは容易じゃないからな、決して。どうしよう、俺これ見捨てて、あじゃあちょっとスポーン地点のネザーでパン屋開いてくるわって言えねえんだけど、俺が、おい唯一さんお前にあげれる報酬の一個だこれが、そのマントレな、お前はもう自由になってくれよ、もうこれで楽になれな、うん、もう飛び立っていいよ、こっからどこかへ行って何この人、え、久々にちょっと恐怖した俺、彼は一体どうすべきだったの、俺はその恐怖心しかない、僕が来なかったらずっと彼は孤独に一人でこの拠点を、オニフを、まあ、再建すると。ここには嵐が3回も来てるけど建物は壊されてない、嵐優しい、あーもう、もう、あ、分かんないんだ、じゃあもう、あ、嵐と一般プレイヤーの違いが分かんないんだね、きっとね、かも嵐もきっと恐怖してんだろうな、狂気性すぎて、狂気じゃんこんなん、俺いないんだもん、嵐をもイフするか、このリズムには、こいつの望みを知りたい、俺もまだ今恐怖してる、まあ、こんな人間を僕は今映していいのだろうかっていう、ふざけてさ未知の生物発掘隊みたいなノリでやったら本当に未知の生物が爆誕しちゃった、うちから、君の望みは何、お前の望みなんだい、何を望む、何を欲する、名誉か、地位か、大量の物資か、オニヤさんの、オニヤさんのいつもでも買えることのできるふるさとを作る、泣けてくる、ちょっと泣きそうだ俺これ、なんでこんな、なんでこんな化け物が生まれちゃったえ、なんでこんな化け物が生まれちゃったの、
俺のふるさとって別にここじゃないんだが、言えねえよ、ここじゃないって。俺のふるさとここじゃねえよ。スポーン地点だよ、俺のふるさとは。なんだって俺ここの建築大して携わってないもん。言えねえ、どうしよう。世界に入ってる彼は、あんまり怒らしちゃいけないよな。これでちげえよアホとか言えねえもんな。こんな頑張ってるし、ありがとう。何か立派な、もちろんね、建物があるわけじゃないよ。かっこいいルギア、美しい建築じゃないけど、ただただ狂気、ただただマッドネスなんだよな、これ。なるほどね。なんかやけに暗いなと思ったんだよな。この辺りもさ、通常ならこう松明置けばいいじゃん、建築だったら。要はこれって誰かが来て誰かに見せる用のあくまで気遣いなんだよね。もうそもそも多分誰もこのリズム以外にこの場所に来ていないから、リズムからしたらもう関係ないんだろうな。もう全部自分が作って配置分かってるから。じゃあ、まあ、畑仕事でもするか。じゃあとりあえずね、あんまりちょっとすることないけど、ちょっとでもまあ彼の力になるというか、まあ、彼がね、僕のこのふるさとを守っているんであれば、そこは僕がね、まあ、いかにもならんでしょう。オニフの主自ら汗をかき畑を耕す、まあ、これに涙しない民衆いないじゃないですか。司令官自ら畑仕事ですか。多分江戸時代ならこれでもう歓喜だろうね、民衆が。今日を多分祝日になるね、これ。うわ、全部ここもあれか、ネザーブロックで。うわ、埋めたんだ、ここも。いずれどうしたい、ガーディアンはどうしたい。おそらくいつかここもなくなるぞ。君の作ったの立派な地下も、守りきったすべても、壊されても壊されても建築し続ける、それがこの島の掟です。なるほど。なるほど。マリさん、モンハンやる、まあ、よくわかんない場所になってますね。モンハンやる、モンハンじゃやろうかな、モンハン、うん。それがこの島の掟ですと。覚悟はあると。なるほど、人間の本質が見れる、それが 2B2T なんでしょう。そしてついに動き出したビッチ。何かとてもいいレッドストーンのアイデアがあるらしい。 I am rich な。ただこいつまた買ったな、こいつまた買ったな、リアルマネー使って。ただアイアムリッチなうって、これさっきまであれだよ、スポーン地点にいるからちょっと待ってねって言ってたんだよ。何アイアムリッチなうって。こいつリッチだから、もう要は僕の場所に来ないらしい、この町には、この村には、このオニフには。こいつ買ってんだよな、リアルマネートレードして。私はビッチに会いに行く、ここは託したぞ。ここで生活しようって言われて、海外勢のツービーツでガチ勢からしたら絶対おかしいもんな、この景色。そもそももうボロバレの地域で隠れる気ないからな、冷静に考えたら。ツービーツっていうのは常識に反した、そんなオニフだったな、これ。達者で、おう、お前らもな、達者でな。また俺はここに帰ってくる、任したぞ。なんだこれ、何の物語これは。